おはコンコン、アキです。今回もアークモバイル実況やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回ですね、新イベントが開催されてまして、各マップ夜から朝までに、マップ上にバケットがね、落ちているっていうのが毎年やってるんですけど、それが開催されてまして、今回ね、増殖バグをねまたしようかなと思います。ネタ切れじゃないですよ、ちゃんと考えた上で、最近ね私琥珀をねよく使ってまして、94個しかなくなってしまったので、これをね、倍ぐらい増やしたらいいかなと思っております。はい。カミカミやな、今日ちょっと滑舌がちょっと良くないですね。はい。でね、今回は、エリタレットかテックか、あと琥珀をね、その3つどれかをね増殖したいと思って、先に見つけたやつをね増殖します。できれば琥珀が欲しい。エリタレットは多分ね、3つぐらいあった気がする、3つか4つぐらいね在庫あった気がするんで、今回はね琥珀を狙ってね、増殖バグをしたいと思います。これね、概要欄にも多分書いてあると思うんですけども、シングルモードでしか、できません。マルチではね、できないです。これは検証済みです。はい、知り合いのアークモバイルをやってる人が検証してくれたので、多分ないです。でシングルモード限定なので多分大丈夫だと思いますので、こっからだいたい200個くらいかな、200個欲しいな、200、300くらい欲しいんで、金曜日の次の動画までには頑張って集めたいと思います。はい、というわけで、カットします。カットー。はい、やっとね、見つけました。これをね、増殖、そしていきたいと思います。ちょっと敵が周りいるのが怖いんですが、やっていきましょう。大丈夫かな、ちょっとケアンツがちょっと怖いからちょっとやりたいけど、周りに敵がねいなかったら大丈夫なんで、大丈夫かな。じゃあやります。取って、最初の、はい、最初はね3個取ったら94個持ってました。これアプリ落とします。起動してくれるかな。最近ちょっとねアークモバイルがめちゃくちゃ重たくてね、すぐにアプリが落ちるようになっちゃったんで、大丈夫かな。これ別にアプリ落とさなくても一旦ゲーム終了で、リセットできます。リセットというかもう一回落ちてます。さあこんな感じで落ちてますね。はい、取ったら、はい、100個になりました。はい、これ繰り返すだけです。あと1回ぐらいやって、もうスキップします。スキップというかね、もう裏作業します。だいたい200個ぐらい欲しいな。これで、エリータレットとかね落ちてるっぽいし、あとテックのねテックライトとか落ちてるっぽいので、それをね回収増殖させまくってひたすら分解するっていう作業を私は昔してましたね。はい、この位置大事。よいしょ。で、アプリ落とすと。というわけでね、結果はね、後半で、もう今から裏作業をめちゃくちゃしていきます。はい、琥珀ね、なんとかめちゃくちゃ集めました。だいたいね、ちょっとお昼寝してたんですけど、3時間ぐらいね、撮って、アプリ落として。撮ってアプリ落としてもね、ひたすら3時間ぐらい途中昼寝挟みながらやったんですけど、結構集まりました。結果報告していきましょう。ちょっと後ろね向けないんですよね、実はね。拠点をまたね改良していまして、お披露目までもう少しねかかると思うんで、ちょっと今このペッパーマスク君のちょっと頭のフリフリを見て許してくださいということで、さあ結果発表していきたいと思います。さあ何個集まったでしょうか。ドン、はい、331個ですね。
倍以上、集まりました。最初が何個やったっけな、94個かなからね、アプリ琥珀取ってアプリ落としてを繰り返し結果331個、ありがとうございます。いや収穫祭は琥珀収穫祭になりましたねしょうもなかったのにちょっと、まあね収穫祭は火曜日まで、次の火曜日いつやったっけ、火曜日水曜日か30日ぐらいまでかな、29日の夜中かまで続いてると確かね、なってたと思うかな。うん。これね、皆さん頑張りましょう。エリータレント、テック、琥珀みんなで集めましょうということで、ご視聴ありがとうございました。シングルモードのみでしかこれはできません。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイなら、バイバイ。